蓮華山城は、諏王国久賀軍にあった、日本の城。追記年代については、関東官令、上杉則りに従って、諏王国に下校した大田自治家の頃と、大内氏、後に、毛利氏に従った、杉の森高安の時代の追記説がある。1555年に、東春方が、五福島の戦いで討ち死にし、同年より、毛利氏が、諏王。 長戸国への進行を開始した。その際に上主であった杉の森高安は、毛利氏の進行前後に毛利元成と吉見を通じており、即座に降伏。近隣の杉高志康氏も降伏したが、竜康氏は大内氏とも連携を取っていたとされ、最終的に毛利氏の攻撃を受けることとなった。連華山城は倉掛山城のすぐ北にある隣山だったため、 毛利軍は、蓮華山城から出陣。杉高氏隊の居城、倉掛山城の背後から、早朝、奇襲を仕掛けた。不意をつかれた倉掛方は混乱の最中に壊滅。杉高康氏も、毛利氏に降った瀬田城主、小形元康の手で打ち取られ、倉掛山城は落城した。その後、訓がは、完全に、杉の森氏の領するところとなった。蓮華山城はこの後も、 熊の中心として栄えたが、後に廃城となった。廃城年は不明。標高576メートルの蓮華山の山頂に築城されており、頂上部に本丸があった。遺構としては、掘り切りや書く跡がある。ありがとうございます。